どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年の11月20日、日曜日でございます。現在の時刻は、7時5分ということで、ちょっとね、7時をオーバーしています。はい。いやー、もう11月も20日ということで、うん。いやー、あっという間だね、本当にね。はい。まあ、残り11月も10日ぐらいかな。11月で確か31日ないですよね。確か。違ったっけ？確か11月30日までだった気がする。ですよね。はい。まあ今日含めればね、あと11日ですけど、はい。まあ明日から数えたら、まあ残り10日ということなので、はい。まあ今週末には、私ね、11月26日に29歳に、まあ、なったりするわけですけど、うん。ね、もう28歳でいられるのも、あと1週間もないということなんでね。はい。まあ、やり残したことは、まあ、特にないと思うんだけど、はい。まあ、何かあれば、ね、28歳のうちにやり残る、ね、やっておきたいなと思っております。はい。まあ、29歳になったらね、逆になんか、最後の20代ですから、うん、もう来年にはもう30だよ、30。うん。だからね、まあ、30代になる前に、20代のうちになんかやり残したこととかはね、うん。なんか1年間でなんとかできたらいいかなとは思ったりしますけどね。それこそこの前、先週っていうか、この前のラジオトーク、お子さんとのね、の中で、山のすすめの話が出てきて、で、その中でね、人生で一度はいいから、一度でいいから、富士山には登ってみたいっていう話を、まあ私したんですけど、うん。なんかポポさんもね、結構、まあ、山のすすめの影響というよりかは、単純にこう、登山、なんか興味があるみたいなんで、ね、うん。富士山ね、この体力のない私に富士山なんか、登れるのかっていうね、ところではあるんだけど、うん。まあ、20代のうちに富士山に登るかはわかりませんが、まあね、そういった感じでなんかやり残したことがあればね、はい。まあ、20代のうちにできたらいいなとは思っております。はい。っていう感じですかね。まあ、今回はちょっとゲームの話をね、しようかなと思ってるんですけど、あ、そういえば、まだ今回の話とは関係ないけど、昨日の配信聞いてもらいましたかね。はい。まあ、脱脂粉乳の、はい、回でございます。本当に暇な人だけ聞いてもらえればいいんですけど、配信やった後にね、すぐに、ポポさんからね、ツイッターで、まあ、連絡をいただきまして、まあ、なんていうの、まあ、ラジオトークの、ね、音声データのやり取りとかに関する話とかも、まあ、してたんですけど、その話の中で、脱脂粉乳の回をね、聞いてくれたみたいで、ポポさん的にはね、一か八か、脱粉でいけばいいんじゃないか、みたいなことをね、言われたんですけど、うん。で、まあ、脱粉でいこうかなって思ったりとか、やっぱりどうしようかなってね、迷ったりとか、うん。まだちょっと応募はしてないんですけど、はい。まあ、あれからね、またちょっとこう、こんな感じのはどうかなとかね、考えてはいるんだけど、はい。まあ、なんか、その締め切りがね、月曜日の夜12時までとなってますので、まあ、今日中にね、こう、できれば、はい、収録するなり、まあ、データ作るなりして、応募しとかないとなっていう感じですよね。明日は私も仕事ありますので、なかなか時間取れないからね、今日中にちょっと、はい、応募しちゃおうかなと思っております。果たして、どの音声が、まあ、選ばれるのか、まあ、選ばれるというか、まあ、どの音声で応募するのかは、まあ、ちょっと、応募した後にね、ちょっと発表しようかなと思いますけど、はい。改めてやるかはわからないけど、うん、まあ、ちょっと発表だけはね、しようかなと思っております。はい。で、あとはね、昨日、そうだ、昨日金曜日じゃない、土曜日だったんだけど、ちょっと映画は見れませんでした。ちょっと残念ながら。はい。今週ね、ちょっとやっぱ4連勤で仕事がね、立て込んでたのもあって、アニメがね、少しこう、溜まり気味だったりとか。あとね、あれ。イヤホンね、売りました。はい。売却っていうか、フリマで売りました。はい。なので、もう今手元に手元にリンクバッツはないんですけど、その発送作業とかをね、ちょっと昨日やったりしてて、はい、ちょっと時間がかかってしまったので、はい、まあ、映画はね、まあ、なしという感じになります。はい、まあ、来週は来週でね、
来週の土曜日ってポポさんとの配信やるんだよね。そう、ちょうど私の誕生日の日なんですけど、だからちょっと夕方映画を見てる余裕あるかなっていうのもあって、ちょっと来週もね、わかんないです。でも来週見ないとちょっとポイント消費できないのでやばいんだよねはい、まあ、なので来週はちょっと確実にね見ておきたいところではあるんだけど、あんまり長くならなそうな映画をねちょっとチョイスして、はい、見ておこうかなという感じでございます。はい、って感じかな。まあ、とりあえず現状報告というか、うん、まあ、他にも話したいことはあるんですが、まあ、とりあえずこの辺にしておきましょう。はい、それでは今回の本題に行きたいと思います。はい、まあタイトルにもあると思いますが、今回はまあ数日前から言いたいっていうふうには話したいっていうふうに言ってた、ブループロトコルっていうね、MMORPG で合ってんのかな、ジャンル的にはね、うん、パソコンのゲームなんですけど、についてちょっとお話ししていきたいなと思っております。はい、では早速やっていきましょうか。まあ、何から喋ればいいんだろうな。まずさっきも言ったけど、パソコンのゲームで、ブループロトコルっていうねタイトルのゲームが、まあ、あるわけなんですけど、はい、まあ、いわゆるそのパソコンでやるオンライン で遊ぶ RPG です。はい、ゲームですね。まあその MM の RPG って言えばね、何があるんだろう。FF とかね、 FF14 だっけか、あるじゃないですか。ちょっと私あんま詳しくないんですけど、うん、まあ、あの類のゲームかな。はい、まあ、原神は違うか、あれはオンライン、まあ基本プレイ無料だけど MMO ではないか、 RPG ではあるけど違うか。ブループロトコルはね、まあ、いわゆるそのユーザーたちがこう協力して強大な敵に立ち向かっていくみたいな、まあ、そういうゲームシステムらしいので、まあ、MMORPG に、はい、まあ、ジャンル分けされるんじゃないかなというところですね。はい、でゲームのね、その情報自体は結構前からこう出てたんですけど、2020年ぐらいか、今公式サイト見てるんですけど、公式サイトのお知らせを見ると2020年の11月18日にマッチング負荷テスト実施レポートっていうのが、まあ、お知らせとして載ってるんですけど、それを皮切りに一切ね、情報が更新されてないような期間が、まあ、2年くらい続いてたみたいです。はい、2年、だから2年沈黙してたんだよね。私が入手した情報によると、ツイッターの方も結構ずっと停止してたらしくて、うん、だから2020年くらい、私はそこまで、そんな最初の方から知ってたかは分かんないけど、うん、もう1、2年くらい前から私もね、ブループロトコルっていうタイトルがあるのは知ってて、MMORPG で、うん、こう、なんていうの、日本の RPG ライクというか、はい、なんていうのかな、キャラク、どう言えばいいんだろうな、まあ、FF みたいにこう、なんかリアルな、人のキャラデザってよりは、テイルズとか、そっちに近い感じのキャラクターデザインの、まあ、MMORPG になっているという感じですね。はい。まあ、そういうゲームがあるっていうのは聞いてたんですよ。うん。で、いつ出んのかなっていうふうに、まあ、なんか、私、パソコンゲームは今、現状プレイできない状態ではあるんだけど、うん、まあ、ちょっとね、楽しみにはしてたんですよ。うん。こんなゲーム出るんだと思って。だったんだけど、もうそれから情報が一切なくて、で、2年間の沈黙を破って、2022年の7月29日、まあ、今年ですね、今年の夏に、なんか公式メンテナンスサイト実施のお知らせ、あ、公式サイトメンテナンス実施のお知らせっていうのが、まあ、出てたらしくて、まあ、そこから、まあ、11月9日、ブループロ通信、シャープ5実施のお知らせっていうのが来たりして、うん。で、まあ、先週あれか、YouTube でね、実際にそのブループロ通信、シャープ5が、まあ、行われたということでございます。11月15日か、に行われてたみたいですね。うん。私もリアルタイムで、ちょこっとだけ、
ほんとちょこっとだけ見ましたけど。はい。まあ、その後ね、こうまとめ動画を出してる人の動画なんかを見て、あ、ブルプロこんな感じになったんや、みたいな。うん。っていうのを知ったというのが私の現状かな。うん。はい。なので、まあ、だいぶ沈黙してた割にはね、結構なんか開発は裏で進められていたらしくて、うん、まあ、ちゃんと リリースされるというか、ね、まあ、ずっと沈黙してたから結局開発頓挫したんじゃないかなっていうね、噂とかも、うん、あったみたいですけど、無事、来年の春、早春って言ったかな。うん。まあ、4月とか5月ぐらいなのかな。わかんないけど、まあ、そのぐらいの時期にまあリリースされる予定ではあるらしい。はい。で、なんか予定ってなってるのは、ネットワークテスターっていうのが今募集中なんですよ。まあ、公式サイト見てもらえばわかるんですけど、ちょっと行ってみましょうか。まあ、お知らせ、公式サイトのお知らせちょっと読みますけど、ブルプロ運営チームですと。PC 向けオンラインアクション RPG。MMO ではないのかな？まあ、いいや。ブループロトコルの正式サービスに向けたサーバー、ネットワークに関連する機能の確認を行うため、ネットワークテストを実施しますと。うん。で、概要が、まあ、来年の1月14日土曜日の14時から1月16日月曜日の14時の間。募集人数は、5万人。5万人だよね。1、10、100、1000、5万人。すごいな。5万人募集してるらしい。で、応募者多数の場合は抽選になりますと。で、募集期間は12月13日火曜日の11時まで。うん。まあだからまあ1ヶ月はもう切っちゃってますけど、まあ約1ヶ月、半月？いや、もうちょっとあるか。うん。まあ、20日ぐらい。23日ぐらいか。さっきね。うん。残り11月が10日ぐらいって言いましたけど、それを考えると23日ぐらい。うん。まあ残ってるということなんで、はい。まだまだ多分間に合うんじゃないかな。はい。5万人ってどのぐらいの規模なんだろう？こういうオンラインのゲームでテスト募集する5万人って。どういうもんなんだろうな。集まるもんなのかな？ 5 万人も、そもそも。ちょっとわかんない。私あんまりオンラインのゲームって、ね、それこそ前にApex とかね、やるとかって言ったけど、あんまり対人ゲームが好きじゃないっていうのもあってね。うん、FPS 自体は好きなんだけど、その対戦ゲーム、PVP みたいな、うん、プレイヤー VS プレイヤーのゲームはあんまり好きじゃなくて、うん、FPS のゲームもね、あのストーリーモードみたいなやつばっかりやってるんだよね、うん、だからそっちの方がね好きなんだよね、やっぱね、うん、与えられたミッションをこなしていくみたいな方が好きで、あんまり人と人なんか戦ったりしても楽しくないというか、うん、まあそういうなんか性格なんですけど、うん、ね、はい、まあなので、うん、募集人数5万人っていうのがちょっと多いのか少ないのかちょっと私にはわからないですけど、まあだいぶ多いような印象を受けますけどね、5万人って言われると、5000人だったらまあ、あ、まあ5000人かーってなるけど、うん、5万人って言われるとちょっと多くねってなるな、私の場合だったら、うん、まあでもなんか YouTube のねライブ配信の視聴者も結構何万人 ?2 万人ぐらいいたのかな、うん、いたとかって確か聞いたから、それを考えるとでも5万人はちょっと少ないのかな、ちょうどいいのかな、わかんない。うん、まあ。とりあえず5万人募集してるらしいんで、まあ興味がある人は、ぜひ応募してみたらいいんじゃないかなと思います。1月14日土曜日か。そっか、14、15、16の3日間なんだね。そうだな。まあ、私パソコンをね、今ちょっと購入検討してるって話もしたけど、もし買ったらね、ちょっと応募してみようかなと思ってて、実は。うん。まあ、ちょっと買うか買わないかはわかんないし、まだね、どこで買うかもちょっとまだ決めかねてるところでもあるので、うん。1月14日。1月、14。ここか。私ですね、多分ね、仕事始めが16か17ぐらいなんだよね、多分。1月16、17、多分。1月9日、10日は多分休みじゃなかったかな。私大体月か仕事なんだけど、多分月か9、10は休みだったような気がする。だから14、15、16か。だから仕事前の、ほんと仕事、私の仕事が始まる直前に、まあネットワークテストが行われるっていう感じだね。はい。まあちょっと、
まあ、日程はとりあえずいいとしても、うん、まあ私はパソコンをまず買う買わない問題が出てくるのでね、はい。さっきから言ってますけど、本当にパソコンのゲームなんで、あのプレステ4とかスイッチとかでちょっと遊べないらしいんで、そこはねもうちょっとどうしようもないんだよね。うん、はい。まあ、ちょっとこの後パソコンのスペックとかの話もちょっとしようかなと思ってますけど、はい。で、まあ、一応この会社の概要欄にもつけときますけど、公式のね、なんか PV が上がってるんですけど、もうそれ見ればね、多分ね、やりたくなるよ。私も、その PV 見て、おー、ブループロここまで来たかと思って、もうめっちゃ開発進んでんな、めちゃくちゃやりたいなって思ってるので、うん。まあ、そもそも、興味がなければ、わざわざこのね、クドラジで喋ったりはしないんですけど、はい。まあ、私、基本やっぱゲームは RPG というか、ストーリー性を求めるタイプの人間なので、ぶっちゃけると、まあ、なんだろう、この、MMORPG みたいな、いろんなプレイヤーが参加して、ね、遊ぶゲームって、そんなに、なんかやりたくなるかなっていう不安はあったんだけど、あのね、グループロはね、結構ちゃんとストーリーもしっかりしてるらしくて、その辺ちょっと期待してはいるんだよね。うん。あの、原神か。原神もちょっとね、あの、プレスって方か。原神でプレイしたんだけど、で、よくね、原神のストーリーがいいとかっていう人が、まあ、いるんだけど、私ね、原神はあんまりハマらなかったんだよな。ちょっとしかプレイしてないんだけど。まあ、なんかわかんないけどね。なんか、その、アイテムとかが多すぎてっていうか、うん、まあ、結構ね、2年ぐらい経ってからまあ、ちゃんとね、原神プレイした身ではあるんですけど、もう、いろんな要素がありすぎて、何していいかちょっとわからない状態に、うん、なっちゃってたなっていうのはある。うん。もうなんかね、最初ゲーム始めてもう1時間2時間ぐらいで、もうあれもできて、これもできて、でこんなこともできるみたいな、もう、よくわかんないアイテムとかもいっぱい手に入るんだけど、え、だから何みたいな。俺は何をしたらいいのみたいな、うん、のもあって、ちょっとね、原神は、うん、まあ好きな人がいるっていうのはわかるんだけど、ちょっとあまりハマらなかったっていうのが あって、はい。まあその点、ブループロはね、なんか PV 見た感じはね、結構ストーリー重要視して作ってるんじゃないかなと思ってるので、はい。ちょっと期待はしています。はい。でしかも多分だけど、PVP の要素はないんじゃないかなと思う。違うのかな？だからモンハンみたいに、だからプレイヤー同士で協力して、まあ強大な敵を倒すみたいな。うん。あ、でもその要素原神にもあったか、確かね。違ったっけ？わかんないよ。まあいいや。うん。まあそういう要素もあるじゃないかなというところで。はい。まあここからはちょっとストーリーの方ちょっと見ていきましょうか。うん。まあ、公式サイトで、ね、ちょっと下にスクロールしていくと、遥か未来からやってきたのですというところから始まって、この星を救うためにということで、うん。まあ、なんかいろいろ書いてあります。かつてこの星は神々の住まう輝かしい楽園だったという、うん。とか、惑星レグナス。これが多分、ブループロの世界舞台かな。神秘の光、エングラム溢れるこの星で、あらゆる栄華を極めた者たちがいた。その名を、バファリア神族。彼らの築いたバファリア文明は、レグナス全土を覆い、時の流れすらも手の中に収めたと。それから、幾百幾千の歳月を数え、神族は天空の彼方へ去り、人間の時代が訪れる。はい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 。いいよいいよ。今のところめちゃくちゃ面白そうだよ。私今初めて読んでるからね。あの、公式サイトで、あの、ストーリー書いてあんなとは思ってたけど、あの、ちゃんと読んでないんで、今初めてちゃんと読んでます。はい。人々は神の残光を求めて、バファリアの遺跡へと足を踏み入れた。失われた技術、きらびやかな財宝、襲い来るモンスター、そびえ立つ遺構、そして全ての文明を滅ぼす惑星の獣。はい。まあ、これが多分敵だよね、多分ね。違うのかな？モンスターと惑星の獣ってのはなんか違うのかな？うん。まあまあまあ。あれかな？魔獣と、あ、でも、もう獣だから魔獣か。まあいいや。うん、なるほど、なるほど。うん。そして、星の運命をめぐってと。
はい。いやー、ほんと見るだけで面白そうだな。レグナスの歴史に今新たな一歩が刻まれる。ブループロトコルというところですね。いやー、ほんとに映像もね、すごく綺麗で、まあ、ぶっちゃけ言うとなんかテイルズっぽさはやっぱあるんですよ。うん。テイルズっぽさあります。まあだってバンダイナムコさんがね、携わってますから、携わってるとかも手がけてますから、まあ、それは似るんだろうなっていうのは、なんとなく察してはいたけど、はい。まあだからテイルズ系のゲーム好きな人絶対ハマると思うんだよな。うん。そうそう。テイルズ好きな人は多分ハマると思います。まあ、実際私がもう PV 見た段階でね、もうめちゃくちゃやりたくなっちゃってるんで、はい。まあなので、本当ただの、なんていうの、そういう MMORPG、うん、というよりは、結構ストーリー重視なんじゃないかな、というふうに感じたので、私は、まあ今こうやってクドラジで取り上げているわけです。はい。まああとはそうだな、まあ世界か、世界。あ、まあ一応ね、公式サイトでいろいろ細かく世界、うん。自分だけの物語を世界に刻み込もうとかってね。はい。まあ、集団戦。はいはい。そうそう。なんかやっぱ、その、ジョブというか、うん。なんだっけな。多分この後出てくると思うんだけど、うん。それぞれね、キャラクターに役割がやっぱあって、それぞれの特性を生かして、他のプレイヤーと連携して、敵を倒していくと。うん。まあ、モンハンみたいな感じかな。はいはい。うん。ね。まあ、あれもそうじゃないの ?FF とかもそういうものじゃないのかな?おそらく。プレイヤー VS プレイヤーってあんのかな?ちょっとわかんないけどね。これがあれか。クラス。あ、クラスか。ジョブじゃなくて。イージスファイター。剣と盾を使って戦うやつ。ツインストライカー。日本の斧で劣化のごとく猛攻を繰り出す近距離クラス。はい。ブラストアーチャー。弓ですね。はい。スペルキャスター。魔法使い。うん。ヘビースマッシャー。なるほど。ハンマーね、ハンマー。イージスファイター。まあ、クラスが若干少ないかなっていう気はしなくもないけど、うん、もうちょっとなんか他にもあってもいいんじゃないかなっていう気はしますね。うん。ツインストライカーって斧だけなんかな?まあ、私、無難にイージスファイターがいいかなっていう感じするんだけど。ね、ハンマーもちょっと面白そうだけど。まあいや、まあそういうクラスがいろいろあると。うん。いいっすね。で、キャラクターも自分でオリジナルのキャラクターを作成して遊べると。うん。あとは、まあ登場人物として、まあ主人公、まあ自分で作ったキャラクターがプレイヤーになると。うん。あとはフェスって、ジェイク、アインレイン、ティリス、エーリンゼ。はい。って感じで魅力的なキャラクターもたくさん登場するみたいです。はい。まあ、この辺がやっぱね、楽しみ。うん、どういう風に関わってくるのかなっていうところが楽しみだね。あとは、ライブラリ?スクリーンショートとかか。うん。はい。という感じですかね。うん。はい。いや、ブルプロのなんか魅力というか、が少しでも伝わったらいいなと思うんですけど、まあ、詳しくはね、公式サイト。をまあ、自分で、ね、チェックしてもらえたらいいかなと思うんですけど、うん、はい、まあ、リリースはさっきも言いましたが2023年の早春、はい、になってて、テストネットワークテストが、来年の1月か行われて今ちょうど募集中5万人募集中ということなんで、はい、興味のある方はぜひ応募してみたらいいんじゃないかなと思います。はい、私はパソコンをゲーミングパソコンを買ったら応募しようかなとは思ってます。今ちょうどね、ブラックフライデーセールやっててね、各種 BTO ショップとかでセールやってて、ね、まあ、どこで買うのがいいのかなって、うん、めちゃくちゃ迷ってるんだけど、はい。もちろんね、まあ、ゲームがやりたいっていうのもあるし、ね、ブルプロとかね、それこそ前にも話した、プロジェクトシーンとか、ね、確かあれもプレステ5、Xbox、シリーズ XS
Steam だった気がするんで、プレステ4ないんだよね。うん、はい。まあ、なので、そういうなんかこう、私プレステ5は持ってないし、買うつもりももう今んとこはないので、うん。まあ、だから、できるゲームの幅も広がるし、うん。あとはちょっと動画のね、編集というか、動画制作もちょっとやってみたいなと思ってたりはするので、はい。まあ、そういう意味でもちょっとパソコンはね、ちょっと欲しいんですよね。うん。はい。まあ、いや、とりあえずそのパソコン欲しい話はまた別の機会に話すとして、はい。とりあえず今回はここまででいいかな。あ、そうだ。最後にもう一つ言いたかった。PV ね、見てもらえばわかるんですけど、今回のこのブループロトコルの、音楽手掛けているのがね、なんと、沢野博之さんということで、ね、すごいっすよ。前のね、PV とか、今までの情報で沢野博之さん情報出てたのかちょっとわかんないんだけど、うん、今回 PV 見て、なんかどっかで聞き覚えあるぞ。これ、もしやと思ったら、PV の中で、沢野博之バーンみたいな出てきて、やっぱりーと思って。もうすごい、もうね、沢野博之ワールドがね、ブループロでもね、展開されてますよ。うん。もうすごかった。やっぱ映像美と、なんか、キャラクターと、ストーリーと、音楽とで、ね、まあ、最終的にどんなゲームになるか、うん、まあ、ゲームシステムもそうだし、ストーリーもね、ちょっとどんな感じになるのかまだわかりませんけど、今のところ私の期待は高まっております。はい。まあ、あまり期待しすぎるとね、なんか実際プレイした時に、あれ、そうでもないぞってなる可能性も、ね、十分にありえますので、はい。まあ、こういうのはあまり期待せずに回すのがいいとは思うんだけど、ついついちょっとね、PV 見ちゃうと、ちょっとこう興奮がね、抑えられなくなってしまうので。はい。まあ、皆さんも、気長に待ちましょう。はい。というわけで、今回の配信は、ここまでにしたいと思います。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。